リピートは、からくるみによる小説。文芸春秋掲載文をまとめ、2004年10月25日に、文芸春秋より出版。2007年11月10日に、文春文庫より文庫化。2018年1月キクールに、リピート運命を変える10ヶ月のタイトルで、テレビドラマ化された。1991年9月1日、毛利圭介のところに見知らぬ男から、 謎の電話がかかってきた。謎の男性が告げたのは1時間後に起こる地震の予言だったため、いたずら電話だと思っていたが、予言は的中した。時刻も深度も予言通りと、偶然にしてはできすぎている。さらに1時間後、再び謎の男性から電話がかかってきた。風間と名乗ったその男性は、これは予知能力ではなく、過去に戻って何度もやり直しているから。 何が起こるのかを知っているのだという。現在の記憶を持ったまま過去の自分の体に戻る現象を、風間は、リピートと呼んでいる。そのリピートのゲストとして、毛利が招待された。リピート運命を変える10ヶ月のタイトルで、読売テレビ制作、日本テレビ系、木曜、ドラマ F はにて2018年1月11日から3月15日まで放送されていた。主演は、 漢字やしほり、本郷奏太、五里。主要人物リピート仲間その他ゲスト日本でのタイトルは、リセット運命を遡る一年。2020年3月23日から4月28日にかけて MBC 月火ドラマとして放送され、伊樹玉とナムジヒョンが主演を務めた。松浦雅人日本テレビ、プラチナイトリピート運命を変える10ヶ月第一話、出演。 ギュラキッズ公式サイト。http コロンスラッシュスラッシュ www.gurre-kids.com スラッシュニューススラッシュ2018スラッシュ01スラッシュ1 0 1 html 2018年1月28日閲覧テアトルアカデミーツイッター2018年1月11日公式リピートツイッター2018年1月12日 中田西信ツイッター2018年1月10日、福田博之ツイッター2018年1月10日、街頭各尾シナの毎日新聞テレビ欄。日本ドラマ、リピートを大胆リメイク。イジニョクナムジヒョンからコメント到着。シネマカフェ。 https://www.cine macafe.net <music> スラッシュアーティクルスラッシュ2021スラッシュ03スラッシュ03スラッシュ71648 HTML2021 年5月3日閲覧リピート運命を変える10ヶ月に関するカテゴリーリセット運命を遡る1年に関するカテゴリーありがとうございます